山田修作編集より竹内秀夫作論尻先生奮戦記第17回昭和20年代も終わりに近くなって群馬県の山奥柿の木沢分校には新しいことが生まれました。校長先生からいただいたラジオで分校の朝は始まります。ラジオと並んで新しく入ったオルガンも山の子供たちの心を虜にしていました。分校にもオルガンを先生が買ったので私は嬉しいです。香港に行っても分校にはオルガンがないんだべとバカにされないで済みます。本校の先生はオルガンを2つの手で弾きます。分校の村山先生は1つの手で弾きます。私は村山先生は1つの手でオルガンを弾くのだから本校の先生より上手だと思います。自転車に乗るのだって1つの手でハンドルを持って乗れる人は上手です。私はこの子供の作文を読んで全身にびっしょり冷や汗をかきました。この年になるまでろくにオルガンなど弾いたこともない。楽譜も全然読めない。2つの手で弾こうにも必要がない。私は音楽については全く何の素養もない恐るべき代用教員なのです。放課後私はやむなく我流でオルガンの練習に没頭したものでした。一方、物を買い込んだ話ばかりで恐縮ですが、オルガン購入後2年ほど経って、私は分校のたった一つの教室に薪ストーブを入れました。こちらの方は、ある小学生向きの新聞に生まれて初めて短い随想を投稿したのが縁になって、その後少しずつ分校のことで原稿を頼まれるようになり、1回500円ずつの原稿料を貯めて買ったのです。冬は零下10度を切るこの谷間の分校にそれまでストーブさえなかったという現実を今の若い人たちに理解してもらえるでしょうか。ストーブにばっかり当たりたいなら分校へ来る途中で薪を拾ってきてくれ。うん、俺拾ってくる。俺も拾ってくる。よーし、そりゃ関心だ。さあもういいべ、お勉強勉強。ほらゆうちゃん、いい加減にストーブのそばを離れろ。ほら転校したぞ。いれ、あー目から火が出たよ。目から出た火でぬくもればいいんだべや、ゆうちゃん。先生がストーブに薪をくべた。煙突から黒い煙がえら出た。分校の柿がストーブの煙で黒くなるので赤いチラシと怒っている。先生はどんどん火を燃す。煙の行列だ。
煙が遠足だ。よし、よいしょ。さて、何もなかった軍港に新しいものが一つ一つ増えていくのは大変嬉しいのですが、物が増えれば増えたで、たった一人の教員である私の仕事も増えていきます。オルガンの練習、便所のため組み、そしてストーブの薪拾いもその一つです。よい、よし、先生、手が出る虫。ああ、次郎君のお父さん。おお、ずいぶん薪集めたのし。子供学校に出してるくせに薪まで先生に拾わせるのは申し訳ねえ。手伝うべ。いや、いいからいいから。俺はこんなことでもするほかは何の趣味もない人間だからね。これで結構楽しんでるのさ。いや、それにしても村からもちった薪代出してくれないよ。出てることは出てるんだよ。うん、だが5000円ポッキーだからむし、2ヶ月でパーだよ。うん、いやー、まあ本当に申し訳ねえ。あの、ところでよ先生、今日次郎は作文書いたかもし。ああ、書いた。どんなこと書いたかよ。え気にしてるのかお父さんは。それでわざわざ俺に会いに。あの野郎、書き上がったな、ゆうべのこと。その日、次郎君が書いた作文は実はこんなものだったのです。弟が泣くとお父ちゃんが、うるせえから泣くな、いつまでも泣いていると山へ放り投げるぞと言いました。お母ちゃんが、何がうるせえだ、自分の子だんべやと言いました。お父ちゃんが、貴様がどんどん火に出すからだと言いました。お母ちゃんが、火に出すがあるか、一人で火に出せるかと怒りました。お父ちゃんが、うるせえ、殴るぞ。お母ちゃんが、殴りたきゃ殴れ。僕は、お母ちゃんがお父ちゃんに殴られなければいいがなと思いました。お父ちゃんは殴らなかった。あとで、次郎はいい子だから、今日お父ちゃんとお母ちゃんが喧嘩したということだけは作文に書くなと言いました。お母ちゃんも、次郎、作文に書くなと言いました。やろうぜ、やっぱり書き上がったか。素直に親の言うことを聞かなかったのは俺の教育が悪いからだもし。いやいやいや、そんなことね。だがよ、ガキってのは言うたんも好きもねえもんだな。まいったまいった。いや、だが作文っちゅうのは親の教育にもなるもし。よし、もう夫婦喧嘩卒業でやめたい。そう願いたい、もし。ところで、その頃私を喜ばせたもう一つの出来事がありました。ある日、軍港の便所のため組みをしていると、そこへ通りかかった村一番の山持ちの吉蔵さん。ことごとに私を毛嫌いしていた吉蔵さんが自分の方から話しかけてくれたのです。先生よ、わしゃお宮さんを見損なってたかな。え、軍港のオルガンは先生が大事な時計売って入れたっちゅうしよ。ストーブも自分で買った。なかなかやるむし。いや、褒められるほどのことじゃないですよ。まあ、お宮さんのやり方が赤に近いで気に入らんこともあるが、働き者だちゅうことだけは認めにはいかん。光栄ですよ、吉蔵さん。まあ、せいぜいため組みしっかりやってくんな。はっ。
赴任以来6年、どうやら私は柿の木沢の村の人間としてなんとかやっていけそうでした。どんじり先生奮戦記第17回、今の出演、どんじり先生、坂本長俊、二郎の父海一、川久保清、吉蔵、須永博、それに東京放送児童劇団の皆さんでした。大地に生きるを終わります。